パウリーニョこと、ジョゼパウロ・ベセーラ・マシエル・ジュニオールは、ブラジル・サンパウロ州サンパウロ出身のサッカー選手。ブラジル代表。ポジションはミッドフィールダー。2004年からパックのユースチームに所属し、2006年にリトアニアの FC ビリニュースでプロデビューを果たしたが、人種差別に苦しみ対談。2007年に、ポーランドの KS ウッチに移籍した。しかし、ここでは、 給料不払いに遭い、シーズン終了まで耐えしのぎプレーしたが、退団。その後ブラジルに帰国し、家族の元へ戻ったパウリーニョは、サッカーを辞める決断を下した。俺は自分の権利のために戦ってきた。約束を守ってきた。でも相手は守らない。それで、サッカーが嫌になり、辞めるって決めたのさ2週間、自宅に引きこもる生活を続けたが、 当時の夫人の以下の言葉が胸に刺さり、引退を撤回する。ずっとあなたのために戦ってきた両親に悪いと思わないの ?5 歳の時からあなたのためにしてくれたことを忘れるつもりさらに娘が生まれたばかりという事情から、帰国直後から声をかけてくれていたユース時代のフルス、アウザックスに連絡を取り、再びユニホームに袖を通すことを決断した。契約条件は、 父親として新たな生活を始めるためのアパートの家賃だった。2008年にブラジルのパックに復帰。4部リーグながら母国でプロデビューしたパウリーニョはアウダックスではレギュラーとして2度のタイトル獲得に貢献し、チームを2部まで導いた後2009年に CA ブラガンチーノへ移籍。2010年には SC コリンチャンスパウリスタに移籍した。 コリンチャンスでは移籍直後からレギュラーに定着。2011年は35試合に出場し8得点を挙げ、カンピオナートブラジレーロセリエー優勝に貢献。自身もボーラジプラッタやプレミオクラッキドブラジレーロンにおいてベストイレブンに選出された。2012年夏にはイタリアセリエーのインテルから巨額のオファーがあったもののコパリベルタドーレスを優先して残留し、 コリンチャンスのコパリベルタドーレス初優勝に貢献した。2012年8月25日には、コリンチャンスが新たにパウリーニョの所有権を55%取得し、2015年まで契約を延長するとともに違約金を1500万ユーロに設定した。その4ヶ月後に行われたクラブワールドカップで当時アフリカ王者のあるアハリ、欧州王者のチェルシーをそれぞれ倒し、 世界一にも貢献した。インテルやレアルマドリード、エースローマが獲得に動いていたが、2013年7月6日、トッテナムホットスパー FC へ1700万ポンドで、完全移籍した。2013から14シーズン、リーグ戦では、フィールドプレイヤーでは、チーム2位となる30試合出場、チーム3位タイの6得点を挙げた。2014から15シーズンは、 リーグ戦15試合出場で無得点。先発出場は3試合のみと機会を減らした。2015年6月29日、中国サッカースーパーリーグの公衆日差し台へ完全移籍した。移籍金銭4 0 0万ユーロの4年契約を締結し、2015シーズンは長級リーグで、背番号48番 AFC チャンピオンズリーグ2015と、 フィファクラブワールドカップ2015で8番を着用した。2015年8月25日に行われた AFC チャンピオンズリーグ2015準々決勝第一戦の柏レイソル戦で約35メートルの位置から FK を直接叩き込みワールドクラスのスーパーゴールを決めた。2017年8月14日 FC バルセロナへ移籍することが発表された。 4年契約で移籍金は4000万ユーロ、契約破棄金は1億2000万ユーロに設定された。9月16日のヘタフェ戦では途中交代からチームを救う逆転ゴールを決め、初得点を記録した。2018年7月8日、FC バルセロナはパウリーニョに関して買い取りオプションとともに公衆費差次第にレンタル移籍して、 一シーズンプレイすることで合意に達したと発表した。2020シーズン終了後に母国に帰国していたが、新型コロナウイルスの影響で、中国への再入国がかなわず、2021年6月20日に、公衆 FC を退団することが発表された。2021年7月22日、サウジプロフェッショナルリーグのあるアハリサウジ FC に加入。八月十九日、第二節。 アルハズム戦でデビュー。その後も3試合続けて先発出場していたが、9月17日の第5節アルファティフ SC 戦終了後にクラブ首脳陣に対して対談の申し出をし、双方合意の下で契約解除に至ったと発表した。2011年9月14日のスーペルクラシコでラスアメリカスアルゼンチン戦でブラジル代表デビュー。 2012年9月19日に行われたスーペルクラシコでは代表初得点を挙げた。同年10月16日の日本との親善試合ではミドルシュートで先制点を挙げた。2017年3月23日のワールドカップ予選ウルグアイ戦でハットトリックを達成した。2018フィーファワールドカップではグループリーグの最終戦セルビア戦で先制点を決めた。 主に守備的ミッドフィルダーとしてプレーし、フィジカルと決定力を兼ね備えている。決定的なスルーパスの出し手としても、パスを受けてのゴールゲッターとしての能力も高い。多くのポジションをこなすことができるオールラウンダーで、トッテナムの元指揮官、アンドレビラス・ボアスはパウリーニョに、同じプレミアリーグのチェルシーで活躍した、フランク・ランパードを感じると評価しており、本人も、 ランパードを目標にしていると語っている。国際 A マッチ56試合13得点。ありがとうございます。